よろしくお願いします。介護入門、こちら著者はモブのリオさんで、本作は芥川賞受賞作になります。これは面白いですよ。当事者でしか書けない作品って感じで、まあ、それゆえに込められてる熱量がすごいんですね。で、介護を通じて自己実現を図ろうとする男の話かなって思って、まあ、要は介護をしている自分を見つめる話かもしれないですね。で、自己実現のために介護を利用してるとか、もちろんそういうことではないです。まあ、そんな考えでね、介護をすることはできないと思うんでね。まあ、悩みながら永遠の介護を続けていくって感じ。永遠っていうのはね、いつ終わるかわからないから、それは介護してる人にとっては永遠に等しいっていう感じなんですね。まあ、とても面白かったです。よろしくお願いします。猛スピードで母は、こちら著者は長島優さんで、本作はね、芥川賞受賞作になります。これも面白いですよ。サバサバとしていて、まあ、たくましくも弱さも持ってるね、若いお母さん、シングルマザーなんですけど、この人の話ですね。まあ、小学生の一人息子がいて、その息子視点でお話は進みます。母親っていうよりね、まあ、一人の女性ですよ。まあ、途中で恋人も出てきたりします。で、小学生の一人息子がまたいいやつなんですね。で、途中ね、母親に捨てられたとね、勘違いするシーンがあるんですけど、そのシーンの描写が私はとても好きですね。まあ、この母親も息子もね、もう好きになっちゃうぐらい魅力的なキャラになってるんですよ。まあ、とてもおすすめです。海の向こうで戦争が始まる。こちら著者は村上龍さんで、限りなく透明に近いブルーに続いて刊行された作品になります。で、本作では2つの世界のストーリーが並列で展開されてるんですよ。で、海を隔ててこちら側の世界と向こう側の世界になります。で、限りなくのね、清潔な静けさっていう感じは本作でも描かれてて、それが海を隔てたこちら側の世界になるんですよ。で、向こう側どうなってるかっていうと、この世ならざる幻想的な世界になってるんですね。で、いろんな魅力的なストーリーが展開されてるんですけど、すべて戦争によってこのエピソードがね、全部回収されるんですよ。でも最終局面はもう怒涛の展開でね、凄まじいですよ。私はね、面白すぎてダメージを負いました。まあ、これもマジで読んだ方がいいと思います。中院の書、こちら著者は玄牛宗久さんという方で、こちらの方はお坊さんになりますよ。で、本作で芥川賞を受賞してます。中院っていうのはね、この世とあの世の狭間っていう意味です。まあ、仏教思想をお坊さんという職業にこだわらずにね、フラットな視点で語ってくれますよ。まあ、知的好奇心を満たしてくれるっていうね、楽しみ方が一つあると思います。あとね、主人公の妻の話っていう風にもね、読めると思いますね。まあ、ネタバレになってしまうんで言えないんですけど、まあ、ある一つの事実が後半までずっと隠されていて、成仏できずにね、中院に留まり続けているのは誰かっていう話ですね。まあ、それを踏まえてね、もう一度読むね、再読するっていうのがいいかなって思います。まあ、とてもおすすめです。優しい左翼のための杞憂曲、こちら著者は現芥川賞選考委員の島田雅彦さんです。で、本作は著者のデビュー作で、芥川賞の候補作になってます。まあ、タイトルの左翼がカタカナになってますよね。で、学生運動のピーク後の1980年代の話だと思います。
まあ、起遊曲っていうのはね、モーツァルトの起遊曲のことだと思いますよ。これが作品に登場しますので、でこれを聞きながら私は読みましたね。まあ、サークルのノリで作曲活動をする大学生の青春小説っていう感じで、恋愛要素もありますよ。で主人公は作曲活動にも恋愛にも半身だけ身を投じて本気にならないっていう風な感じでね、まあ、本気にならずのんぽりで起遊曲のようなね、優しい世界で生きている学生って感じでね、まあ、うまく時代を切り取った作品とも言えるかもしれないですね。面白かったです。よろしくお願いします。石の来歴。著者は奥泉光さんで、この方も現芥川賞の選考委員をやってますよ。で本作は芥川賞受賞作になります。まあ、饒舌な文体が 特徴的です。で鉱石に魅せられた男が主人公です。でお話がどんどん展開していって夢中で読み進められると思いますよ。これね、平野啓一郎さんだったらおそらく作者の趣味的な作為通りに話が展開されていて、他者性がないってこの作品を評するだろうなって私思ったんですよ。でこれはね、平野啓一郎さんのそれは誠に対するコメントなんですね。でね、それは誠と石の来歴には特権的な語り手が登場するっていうね、共通点があると思いますね。ちなみに奥泉さんはそれは誠を推していますね。はい、とても面白く読めました。よろしくお願いします。ハリガネムシ。こちら著者は吉村万一さんで、本作は芥川賞の受賞作になります。これも衝撃作ですね。もうダメージを負いましたよ。ダメージを負ったっていうのはね、私の中で褒め言葉になりますよ。おっさんとね、風俗嬢の話なんですよ。で暴力描写がかなりきついです。まあ、苦手な人は注意した方がいいと思います。まあ、いろいろとね、闇を抱えてる女の子と一種独特な関係性を築いてね、まあ、最終局面ちょい手前でプロポーズなんかしたりしてハッピーエンドに向かうのかなって思ったらね、読みが全然甘かったですね。むしろそこからさらにギアを上げて悲惨な現実に落ちていくんですよ。まあ、身も蓋もないね、直接的な言い回しも個性的で面白くって、あとはキャラですね。この風俗嬢のね、女の子がめっちゃキャラ立ちしてるんですね。まあ、とても面白かったです。よろしくお願いします。ベッドタイムアイズ。こちら著者は山田栄美さんで、現芥川賞の選考委員になります。まあ、本作は山田さんのデビュー作になりますよ。黒人男性との愛を描いた作品で、まあ、奥ゆかしい日本の女性の対極っていう感じですかね。もう素直に思ったままにね、主人公はスプーンっていう名前の黒人男性のことを求めるんですね。まあ、ラップのパンチラインみたいな強烈な比喩表現が多数出てきますよ。まあ、叩きつけるような言葉の愛情表現って感じでね、まあ、それがとても可愛いんですよね。こんなこと言うと怒られるかもしれないんですけど、私はそう感じました。とても面白かったです。まあ、最近本業の方が繁忙期に入りまして、まあ、思うように読書できない日々が続いてるんですけど、だけどね、日々の生活も自分自身の私小説がね、常に展開されているっていう風に考えればね、読書と同等に大切な日々だって考えられるんですね。まあ、これはいかにも文学フリークの考え方かもしれないんですけど、あとそれとね、最近石川純の不言を読んだんですけど、これがめっちゃ面白かったんですね。これ読んでね、焦りを感じたんですよ。これ何かっていうと、日本の近代文学にね、未読スルーしてしまってる名作がね、山ほどあるんじゃないかって考えてしまってね、いや困りましたね。これもっともっと読みたいっていう気持ちになったんですけど、まあ嬉しい悲鳴でございますよ。今日はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価、コメントなどございましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた。